こんにちは、ヤスです。このチャンネルはですね、レギュラーコンスーマー、一般消費者の自分が、たくさん日本酒を飲んで、日本語と英語でこんな味がしたよ、こんな香りがしたよっていうのを紹介する、チャンネルになります。これがメインな、コンテンツですと。で、今回は、もう去年のデビュー、多分去年だよね。ちょっとコロナのせいで時間感覚がよくわかんなくなってるんだけど、発売当初からむちゃむちゃ注目して、むちゃむちゃ美味しいって当初から言ってた、天日の、第2期の、純米吟醸薄濁り生原酒で、ラベルが全体的にピンクなので、桃天と呼ばれてるものですね。去年第1弾目が出た時、桃天って呼ばれてたかどうか、ちょっと、あんま覚えてないんだけど、で、これ山口県の、日本酒で、酒造さん、蔵元さんは長州酒造さんというところです。で、杜氏さんがかなりもう初期の頃からアクティブに SNS を使っていろいろ、プロモーションをかけていて、まあ、その人の、まあ、パーソナリティとか人柄とかもすごい良くて、SNS 系でも伝わってくるし、実際日本酒もむちゃむちゃうまいので、瞬く間に人気になった商品です。で、いつも日本酒を紹介するときに使ってるグラスがこの鏡クリスタルになります。はい、乾杯です。じゃあまず最初は香りかな。やっぱ薄濁りっていうのもあるから、もうむっちゃ乳酸菌飲料水の香りがする。まあ、ヨーグルトとかカルピスの匂いに近いよね。で、味の方が、うまいな。そして、なん え、なんでだろう。いや、桃の味がする、本当に。桃の味もするし、乳酸菌飲料のああいう感じのフレッシュな感じの味もするし、で、最後やっぱ舌の上にチリチリチリって残るこの感覚、なんかガス感っていうふうに表現をするらしいのだけれど、もうそれもあってむちゃむちゃうまいわ。なんでこんなお米でこんな味がするんだろうね。うまいな、すごいな。いや、やっぱ天日、去年で今年が2年目になるのかな ?3 年目?ちょっとわかんないけど、いや、むちゃむちゃうまいし、現状に満足することなく、さらに美味しいお酒にしようっていうのが伝わってくるし、ソーシャルメディアでこの杜氏の藤岡美樹さんっていう方が、すごくね、日本酒に愛情を注いで、みんなに美味しいお酒を飲んでもらいたいっていうのが伝わってくるし、むちゃむちゃおすすめです。なので、酒屋さんとかでこの天日の純米吟醸、吟醸 薄濁り生原酒、通称、これはピンクのラベルなので、桃天見かけたらぜひぜひ買ってみてください。結構びっくりするぐらい美味しいなって思うと思います。で、もし、この日本酒この前飲んだら美味しかったよ、おすすめですよっていうのがあったら、コメント欄に残してもらえたら嬉しいです。で、その日本酒探してみます。で、自分の行動範囲内で、その日本酒があって買えるようだったら買ってみて、で、その時は買ったら実際に飲んでみて、日本語と英語で、こんな味がしたよ、こんな香りがしたよ、This is how it tastes like みたいな感じで、ビデオを作りますんで。で、もしついでに、このチャンネル、登録してもらえたらすごく嬉しいなぁと感じるので、もしよかったら登録してもらえたら嬉しいです。じゃあね。